皆さんどうもピーマンドですというわけで今回の実況から第2話をプレイしていきますよ。前回の実況で第1話クリアとなりますね。また新たなお話、第2話新しい力ですね。やっていこうか。まずは海岸へ行ってみようだ。ここだね。出発ですよー行って、で誰を連れて行こうかな。まあでも砂強い魔物出てこないと思うんで誰でもいいや。じゃあ盗賊さんですか。徳蔵ですね。盗賊じゃねえや。徳蔵さんキャラクターの方借りさせていただきます。よし、これで OK だね。出発進行。いやゴーレム、うわ、ゴーレムさん、出てきたんですけど。そんな強い魔物出てこないと思ったら、あ、でもそこまで強くないね。あ、結構一方的にボコボコにしてるわ。いや、3分の1は減らしたね。うわ、メガトンパンチとか確実に一発でいくだろう。これ来る前に倒さないと。うわ、もう来る。これ防御した方がいい。防御。みんな防御。あ、間に合う。よし。防御成功だ。いいぞ。守ってる。これで一発でいかれることはないだろう。かなり強力だと思う、この技。あ、全然食らねえわ。弱え。めっちゃ弱え、こいつ。いけるぞ。攻撃。もう攻撃あるのみだ。皆さん攻撃しなさい。防御を解くのです。全然食らわなかった。ガードするまでもないね。あ、でも、まあ防御したから結構防げたのかな。防御して6だとそこまで食らうんだろう。これ、食らっても20くらいじゃない。ガードなしで。いこうか。ほんで、ハートブレイク。あー、相手の方が早いか。あー、全然食らわねえわ。あー、もう、すごい。よっしゃ。最後は特技で倒すぞ。はい、スキルフィニッシュいただき、イエーイ。うわー、びっくりした。第2話いきなり始まってね、ゴーレム出てくるとは思わなかったよ。どうせスライムベストかスライムだろうと思ってたら危なかったね。強い徳蔵さんを連れてきてよかったよ。徳蔵さんじゃなければやられてたかもしれないね。ただゴーレム倒した割にはゴールドが15ゴールドっていうしょぼすぎてね、げんなりやる気をそがれるね。なんかいるんですけど、ちょっと待って。いや、お持ちなんかいますけど、こう画面映しちゃダメでしょ。ネタバレしちゃってるじゃん。いや、まあ、とりあえずここ目指していこうか。はい、ここへ行く。船でね、出発進行。いや、これかなり強い魔物出てくると思うわ。まあ、この水上でゴーレムは出てこないと思うけどね。じゃあ、タイマウリ?すげえニックネーム。やめとこ、この人。吹きつすぎる。フレームさんを連れて行こうかな。なんだタイマウリって。恐ろしい名前だね。よし。出発進行。また出てきたのか、ジジイよ。おー、来たよ。初めて船に乗って別の大陸行くからね、今から。あ、もう一気に、たどり着くの?その水上での戦いはないのか?え?動画始まった。見ていこうか。とんでもねえもん今投げたな。そんなもん投げてくるの爆弾が投げやがったの。
おまあ、第1話これオープニングムービーですよね。ここまで来るの実況何回かかったんだかなりかかってるね。急にちょっと始まったんでびっくりしたわ。で、水上でのプレイはやっぱあるね、これ。あ、来た来た来た、なんか魔物いたぞ、今。このまま大陸にたどり着ける、そんな平和な展開。ほのぼの展開ありませんよね。びっくりした。うわっ、プチアーノンじゃないか。まあ、強くないけど、強くないけどね、いいけどね。うん、1しか食らわねえ。まあ、いわばこいつはもう水上でのスライムみたいなポジション。うん、序盤のザクモンスターだね。はい、オッケー。簡単に倒しました。まあ、経験値それなりもらえると思うんだよね、これ。2ゴールド。額がしょぼすぎて、なんの喜びもねえ。ちょっと早送りで見ていこうか。なかなかこれ、たどり着くの時間かかるよ。体力と体力結構離れてたんでね。おお、強え。ムチいいな。今、両方に攻撃してたよね。うわ、ムチ欲しいわ。ムチならではだね。あ、またなんかいた。イルカだ。こいつは戦わないのか。これ普通のイルカなんだね。あ、なんだ、タップペンギン、初めて見るな。あ、弱えわ、めっちゃ。まあ、簡単に考えたらタップしてるだけのペンギンだからね。強いわけがないんだよな。何回バトルあるんだろうな。うわ、来た来た来た、これで終わりだ。え、ちょっと待って、でもこれ何なの結局こいつ。いるんですけど、なんかめっちゃ横目で今チラって見てたよ。あ、まだ最後の戦いが残ってたね。いや、あれ怖いわ。あれについて説明を早くしてくれないと。怖くて先進めないよ、俺。めっちゃ今、横目でチラッと見てたけどね。まあ、とりあえず、たどり着きました。ウェイ！戦いは全部で何回だ？ 4 回、5回か。はい。アイラ島の港。発見。経験値は18ポイント。しょべな、全然じゃないか。で、薬草3つと毒消し草2つか。今後このアイテムも使っていかないとね。うん、で、フレイムさんありがとうございました。あなたのキャラクターを使わせてもらった。非常に優秀だ。そうだよ、そう、あれ何なんだよ。海を荒らして島の人たちも困っているらしい。倒しに行けってか？わーお！あんな厄介なのがいたんじゃ大陸まで船で渡ることもできない。なんとかして退治できないもんか。ダイオウイカ。オッケー、わかりました。じゃあダイオウイカ倒していこうよ。装備も今のまんまで余裕でいけるでしょう。出発だ。で、連れていくキャラクターは誰にしようかな。どのキャラクターがいいか。アリアさん、いいね。うーん、じゃあアリアさんのキャラクターを使わせてもらおうかな。うん、まあ俺のねキャラクターも強いですけど、さらに一人また今日強いのが加わるとね、もうあいつただのイカになっちゃうから、食べちゃいますよ。美味しいですよね。いたいたいた、でけえな。でもこの船ごと沈没させられたら間違いなく終わりだろう。あ、これまでだ。ザコとの対決があるのか。そのままイカと対決になるかなと思ったんだけど、うわ、誘う踊りで行動不能だ。何踊ってんだよ。ケツを振るなお前。求愛行動か、やめちまえ。腹立つわ何ダンスしてんの。あ、楽しそうなんだ、まだ笹を踊りしてくんのかなと思った。今度楽しそうに自分だけが踊ってるっていうね。かわいい、持って帰りたいわ。あれ絶対犬や猫より人気出るよ、間違いなくね。ほんできた、ダイオウイカボス戦ですよ。ボス出現。これでも強そうだな。まあでも勝てないこともないでしょう。うわ、ゲージ多いぞこれ。薬草やら何やら持ち込んだ方が良かったな。6、あ、でもそこまで、あ、弱いわ、絶対弱い。あ、弱い弱いただのイカだ。美味しいイカだね。これ何人前くらいイカあるだろう。
はい、ヒャダルコ、オーケー。あ、3ゲージあるのか、2ゲージじゃないんだね。爆裂拳、わわ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 わ、これはまずい、これはまずい。警告だ。ハートブレイク、おー、ナイスダメージ。毒の息っていうの来るんだけど、これ来る前に倒したいんだがどうだ。4ゲージもあるのか、意外すぎる、ありすぎるだろうお前。毒の息来たよ。ミス、あー、アクア以外全員毒になったわ。わー、最悪。まあでももうあと1ゲージだ、 1.3 ゲージだね。いけるいける。おほほー、ナイス。ほんで爆裂拳が来るまでに倒せそうだね。最後は俺の必殺技スキルフィニッシュだ。サミダル突き、はいはいはい、中途半端残るなよ。オッケー、スキルフィニッシュいただき。ゲージはね、体力ゲージはかなり多かったですけど、やっぱ攻撃力自体そこまで高くないしね、防御力も低いので簡単にいけたね。いやー、でレベルアップするか。おお、50ポイント、しかしあとちょっとだけ足りないっていうね。で、あー、クリア報酬で、なんだ、イニシエの道具庫の鍵で、聖堂の兜下げましたな。なんだなんだなんだ、そのアイテムは。でもこれ課金アイテム使ってて、これだからね、課金アイテム俺持ってなかったらこれ結構強い相手だよね、普通に考えたらね。結構というかめちゃくちゃ強い相手だよこれ。はい、新ポイント出現となりましたね。じゃあここまで行きましょうよ。ダイオウイカあっさり倒せたね。うん、出発。でじゃあ次はヨッシーさんのキャラクターを使っていこう。ヨッシーも星ドラクエやってんだねこれ。すげえな、ヨッシーもやるゲーム。ドラクエの人気さが伺えるね。どうやってしてんだろうね。手あったっけ。それは短い手ついてたね。これはバトル 1,2 回で済むんじゃないかな。そんな長くはないと思うな。うん、まただ。タップペンギンっていうかもうタップペンギーなんだね。ペンギンじゃねえんだ。ペンギーだ。ペンギンでいいんじゃね。別にね、いいと思うけど。これ誘う踊りで行動不能にしてくるのはちょっとうざったいよね。これ雑魚相手ですからいいですけど、ボス戦とかでこんなことやられたらね、絶対勝ち目ないわ。でこういうね、相手のこういう誘う踊りとかね、行動不能にするとか混乱させてくるとかね、ドラクエ特有なんだけど、ドラクエだけじゃないけどもね、こういう当たる確率はかなり高いからね。逆にこっちがこういう技しても相手踊らねえし、無反応だからね。お前こそ踊れや、プレイヤー楽しませる気ねえんだよな。でドラゴンクエスト8でもちょっと苦しめられましたよ。なんでお前の時だけさ、お前の技はよく俺が引っかかって、こっちの技は全然引っかからねえんだよくらってくれよ。一人で踊って悲しいわ。虚しただけだね。おっと、あさりついたかなこれ。はい、2回のバトルのみでしたね。はーい、大陸につきましたよ。スピアヘッドの港発見でございやーす。ここには先ほどのダイリオウイカ的なものはいないね。はい、オッケー、レベルアップだ。ただアクアだけなんか経験ちょっと足りないね。ここまでこの3人に冒険してきたの、なんでアクアだけ、アクアだけ必要な経験値多いのかな。あ、そうだ、アクアやられたんだ一回。ほんでボス戦で経験値入らなかったんだよね。ドラゴン戦か何か忘れたけど、そうだそうだそうだ。特別アクアは経験値多くね、わけじゃなくて、やられたのでその分獲得してないんだよね。忘れてたよ。うん、パトラシア大陸に上陸だ。第2話はこの大陸で冒険していくわけだからね。これがブレイドって街かな。次の目的地が出ましたね。 OK、 じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。第2話が始まってね、いきなりゴーレムが出てきたり、ボスを倒したり、そして目的であるね、この大陸に来ることができました。次回の実況でも第2話のストーリーを進めていきますのでね、次回の星空実況もお楽しみに。じゃあここまで見てくださったみんなありがとうね。グググググバイ、またおう。